地盤沈下をし、家の傾きを元通りにするために、それによって歪みやひび割れなどを避けるため、家にとって最も必要なことだけを最も優しい方法で、そして最強の液状化対策といわれるグランドアップ工法とは、家の周りを掘りまくって土のうを積み上げることもなく、また家の中に入ることもなく、ジャッキや耐圧板、また交換杭を使用しないため、将来家を建てるときに取り除かなければならないものは一つもなく、水道管やガス管などを触る必要もありません。しかも一般の薬液注入工法ではできないと言われる布木曽や杭木曽の建物でさえも、その基礎の下にめがけて必要な深さで、必要な場所に必要な範囲で必要な量の薬液を注入することができる最高の技術者であり、あらゆる工法の熟練した豊富な経験を持つカリスマ職人が監督と工事をする工法なのです。それではこれから最強の液状化対策といわれるグランドアップ工法の説明をしたいと思います。まず家の脇に2、30センチ正方形の穴を深さ50センチほど掘りながら、埋設管などの確認を行います。その後直径4センチほどの鉄の管でボーリングを行い、お客様の家の下の地盤がどれだけズブズブで緩いのか、またどれだけ空洞があるのか、また N 値の高くなった地層があるのかを探り当てるのです。もしなければ深度5メートルから10メートルまでの地層において、必要な不可欠な深さを最高技術者であり熟練した経験を持つカリスマ職人が判断をいたします。なぜそれがわかるかと申しますと、私どもの使用する機械は直接直径4センチのこちらにあります、直径4センチの鉄の管をモーターで回転させながら、人間の手によってハンドルを回し、地盤の中に鉄の管を突っ込んでいきますから、まさしく手に取るようにわかるわけなんです。そしてズブズブの緩い地層を支持層に変わる硬いベタ地盤に改良していきます。それは地盤の中の砂と砂の間、石と石の隙間、柄と柄の間や空洞をセメントナイトやセメントミルクと3号計算ソーダが圧力圧入され、脈状に浸透するのですが、ここで一番重要なことは、薬液を注入してお隣に薬液が漏れるということは絶対にあってはならないのです。ですから必要な深さで必要な場所に必要な範囲で必要な量の薬液を注入することが絶対条件になってくるのです。そしてそれを可能にするのがグランドアップ工法なのです。グランドアップ工法で使用する鉄の管は二重管になっていますので、セメントミルクが通る道と計算ソーダが通る道は別々に通過していきます。そして地盤の中に噴射される寸前に、鉄管の中の先端でセメントミルクと計算ソーダは混合され、地盤の中に圧力注入します。すると土の中を急速浸透した薬液は瞬間でプリンのようになり、必要な範囲で固まり始めるのです。
このようにしてグランドアップ工法は薬液がお泊まりに漏れることなくお客様の家の下を深度6メートルから6、7メートル下から強固な地盤に改良し支持層に代わるベタ地盤を形成していくのです。それはおおよそ1立方メートルずつ土の中を脈状に下から順番に地盤を固めていきます。そうするとすぐ家の下の緩い砂層が地下からの強固に改良された地盤に厚密圧迫され締め固まっていくのです。そして家の土地は次第に締め固まった強固な地盤として隆起してくるわけなんです。その力を応用しまして家は持ち上がり最高度な技術と熟練された豊富な経験を持つカリスマ職人によってミリ単位で沈下修正されるのです。もちろんミリ単位で沈下修正しかつお隣に影響が出ないためには家のあらゆるところの外壁にゲージを貼り付けまたお隣の壁にもゲージを貼らせていただき常にそれを望遠レンズで監視をしなければいけません。このようにして完了した後には家の土地面積深さ6メートル以上の地層が強固な地盤になりますのでこのようにですね周りやその下が次の地震で液晶化しても巨大な摩擦抵抗力が家を守ってくれるのです。そこで他の工法と比べてみたいと思います。浦安市のような数十メートルも支持層がなくズブズブで緩い地層の場合例えばジャッキアップを考えてみてください。そのジャッキアップを慕える鉄板やコンクリートのと地盤との設置する面積を考えてみてください。またアンダーピニングなどの場合その交換杭と地盤との設置する面積を考えてみてください。そこに発生する摩擦抵抗力の差はグランドアップ工法と比べて雲泥の差と考えるわけです。例えて言いますと砂浜で鉛筆をぐさっと刺してみてください。でも動かそうと思えば上下左右に簡単に動かすことができます。ところが洗面器をぐっと砂浜の中に突っ込んでみてください。そうすると人間の力ではなかなか動かなくなるでしょう。それが砂との接地面積に発生する摩擦抵抗力というものなんです。ですから土地を深さ6メートル以上下まで地盤を強固にするということは次の地震が来てお客様の周りやその地盤の下が液状化しても巨大な摩擦抵抗力がお客様の家を守ってくれるのです。個人宅としての予算を考えれば液状化対策の最も理にかなった最も必要とされる最善の方法であると確信いたしております。このようにしてグランドアップ工法は一般の薬液注入工法をあらゆる角度から見直し史上最強の液状化対策だと言っていただけるためにカリスマ職人は絶え間ない研究と努力を惜しみません。これを見てご興味いただいたお客様にはこのグランドアップ工法の現場をぜひ一度見学をなさってみてください。お問い合わせをいただければ喜んでご案内をさせていただきますのでどうぞお気軽に電話をお待ちしております。